アキラ君、ミッション前に改めて確認しとくね。君の強化ジャケットにインストールされている特殊防御カゲロウは敵の攻撃をオートで回避してくれるけど、エネルギー源のブリッツがなくなっちゃうと普通にダメージを受けちゃうから気をつけるんだよ。ブリッツはリロードすれば全回復するから、こまめなリロードを忘れて、まあ逆に言っちゃえば君はリロードさえしていればずーっと無敵ってことだね。リロードの操作はデフォルトだと下を2回だけど、構図メニューのコンフィグで変更。ミッション。
けるぞ。その姿、お前がイクス、マイナーズどもの希望を語る我らスメラギの旧敵か。他の者が俺をどう呼んでいる。それよりも教えてもらおうか、バタフライエフェクトの所在を。待って、アキラ君、こいつのセプティマ反応ただものじゃないよ。変身してないのに抑制し以上だ。関係ない、相手が誰であろうか力ずくで聞き出すまでだ。我が名はブレイド、大いなるスメラギの意志に基づき、イクス、その首切らせてもらう。行くぞ。ザッタッフンタッタッザッタッザッザン、甘い。テラ、タッ、フン、甘い。テラ、タッ、フン、甘い。テラ、その程度かイクス、その首落とさせてもらうぞ。滅せよ。そんな、カゲロウを無効化するなんて。とどめだ。アキラ君、なに、煙幕今だよ、早くこっちに。誰、いいから早く、行くぞロロ。ちょっと待ってよ。今の声、仲間が潜んでいたか。だがまだ遠くにはこの気持ちの悪さはタイムリミットか。くそ、間が悪い。